さてここからの時間はセントレア公式応援サポーターのハンバーガーボーイズがお届けするセントレア夢中になっちゃう全然合ってないよすいません私がムって言っちゃったムって言っちゃったね。はい、いきますよ、はい、セントレア公式応援サポーターのハンバーガーボーイズがお届けするセントレア道民割夢中になっちゃうチューブ。新千歳からひとっ飛びすることおよそ1時間45分中部国際空港通称セントレアを拠点に楽しめるワクワクスポットむしゃむしゃグルメグイグイショッピング情報を伝えていきます。まずセントレア道民割、こちらはセントレアの航空便を往復利用する北海道在住の方に素敵な特典をプレゼントするキャンペーンです。現在は2月ということで名古屋の食卓に欠かせない調味料つけて味噌かけて味噌プレゼント中です。つけてみそかけてみそいい ね, ねえ、ぜひねそのプレゼントもゲットしていただきたいんですけども、今回はセントレアまでひとっ飛びしてぜひねワクワクスポット行ってもらいたいと思います、うん、はい、ワクワクスポットは愛知県犬山市にある博物館明治村なんですね。我々も行きました。はい、行きました。もうね最高でしたね。最高だった。今日はねそんな博物館明治村の寺澤さんにお電話つながっていますので呼んでみましょう。寺澤さん、お晩です。お晩です。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。お願いします。さて早速なんですけども寺澤さん、はい、博物館明治村はどんな場所なのか教えてください。はい、明治村は明治時代を中心とした重要文化財11件をはじめ60を超える歴史的建造物を移築保存する野外博物館です。はい、シーズンごとに、あ、ごめんなさい。いやいや、寺澤さん何か面白いことありましたか途中でいや僕も途中で笑ってましたけど誰か隣にいてこちょばされてるかなと。こちょばされてるんですか大丈夫ですよね。続きお願いします。続きじゃお願いします。はい、シーズンごとにイベントもたくさん開催しており、春は謎解きゲーム、夏は花火が好評のナイター営業など多くの方に楽しんでいただいております。やっぱりなんか誇張版されてるかわいらしいね、うん、いや夏の花火とか見てみたいですね。最高だよ。寺澤さんって僕から行った時いた方ですか、うん。あ、そうです。一緒にいます。あら、ご無沙汰しております。ございます。お元気でしたか？もう、北海道雪降ってますよ。もう、雪真っ白です。本当ですか？いや、すごいですよ。楽しいっていう次元じゃないですかね。いやいや、まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけれども、なかなか大変なところもありますから。うん、寺澤さんは今、明治村にいらっしゃるんですか？はい、今、明治村の個室に入ります。あ、そうだ、個室に。あ、そうですか。いや、僕ら行った時ね、丁寧に案内していただいて。ありがとうございます、本当に。うん。楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったです。うん。なんか、僕ら行ったのは、はい、なんだっけ。帝国ホテル。帝国ホテル。帝国ホテル。はい。はい。そう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 。あそこすごかったですよ。うん。おしゃれなホテルですよね、寺澤さん、あれ。はい、明治村でも人気の、はい、建物になってますね。あそこはやっぱ象徴なんですか？ああ、でもやっぱりそうですね、聞かれることは多いし、うん、多いですか？帝国ホテル目的に来ましたっていうお客様もお声も聞きますね。あ、かっこよかったな、あれ、うん、しかもね、これ我々北海道民からするとですよ、うん、あれ？この建物すごい見たことあるなっていう建物がありまして、うん、驚きましたね、はい、網走刑務所が、うん、再現されてますよね。監獄、うん、あれって名前はなんか違いましたよね。あ、金沢監獄なんですけど、中 の, 見張り台じゃないですけど、うん、監修のいるところが網走監獄から移築しているもの、うん、なるほど。あれ、網走監獄の一部なんですか？移築したものなんですね。見張り台ところが、はい、中にあるのが、はい、僕ちょうど今ゴールデンカムイ映画で見たばっかりなので。そうか。しかも僕網走地元なんですよ。そうだよね。入ってたんですね。暑いですね。入ってないです。入ってない。僕の時代はもうないので、あ、今網走刑務所になってるから、監獄はもう死刑囚とか入るようなとこですからね。いやまあね。43番はさ、その、昔の思い出としてはあるの？なんか43番って言われたことないですよ。番号で呼ばれる。ひでみさん入ってない。あ、ごめんなさい、ね。いやでも僕らが行った時は、もちろん網走刑務所の監獄の話ですけど、うん、上から逃げてる老人形がいたりね。そうそうそう。あれが白石ってやつね。白石ね。ゴールデンカムイ、ね、
ちょっとゴールデンカムイの話、ね、すいません、頭の中でそればっかりです。いやでも、そういったの建物もありますし、あと、なんていうんですかね、教会というか、ステンドグラスが素敵な建物ありましたよね。そうですね、セーザビール天主堂で、はい。あれめちゃくちゃ、荘厳な雰囲気で。スポットになってます。我々は、そう、あれだけでもすごかったし、我々ほら、コロッケもいただいたじゃないですか。ああ、いただきましたね。はい。で、なんか、あれですか、我々が見たところって、ほんの一部なんですよね。はい、そうですね、明治村1丁目から5丁目までありまして、はい、5丁目を楽しんでいただいた形になります。市長しか見てない。敷地の広さでいうとどれぐらいなんでしたっけ。100万平方メートル。100万平方メートルって聞いたことないですよ。よく言うなんか東京ドームで言う何個分とかあるんですか。なんかよくちょっと何個分かは私も、具体的にも申し訳ないですけど。でも100万平方ですもんね。すごいことだよ。ね、いや、ものすごい、だって。3番目に広い。あ、施設なんですか。明治村の中に SL が実際走ってるじゃないですか。あ、ございます。SL で移動してみたりっていうのもできるぐらい、やっぱり広いところってことですよね。そうですね。乗り物がないとみんなちょっと大変かな。まあ、そのレベル。ちょっとした本当、はい、広くなってはいますね。夢の国、みたいなね、サイズ感的に本当でっかいんですよ。いや、本当そうだよ。いや、面白かった。だからね、また行きたい。見るだけじゃなく、食べ歩きも、そして体験できるとこもいろいろあるっていうことなんですけども。体験できるところ？体験。何できるの？いろいろ体験できるんですもんね、寺澤さん。あ、そうですね。蒸気機関車に乗れる以外にも、諸生服や女学生衣装といった、そうだ、富士風衣装もレンタル、はい、してますので。可愛かったね。アルロウニ謙信みたいな感じになる、ね。そうそうそう。あれ着てみたかったな。そうです。あれ着たかったよね。いいね。やっぱ明治村だからね。いやー、行きたい。そんな明治村なんですけども、うん、ぜひね、こう、ラジオ聞いてる北海道民の方も行ってもらいたいんですけども、現在、うん、セントレア道民割の、3月の対象施設と、来月の対象施設ということなんですけども、うん、来月3月だとどういうイベントとかあるんでしょうかね、明治村。はい。イベントですと、江戸川乱歩というか、明治生まれで日本の探偵小説の草分けとなった、有名な小説の画がいるんですけども、うんうん、そちらの作品をモチーフにした明治村で人気の謎解きシリーズが始まります。おー、謎解きが始まるんですね。はい。まあ、その他にも、ひな飾りや勝負飾りなど、季節にちなんだ日本の伝統行事の紹介なども行っております。いや、僕また行ってみたいんですけど、いや、持ってきた。寺澤さんのおすすめって何かなと思って、個人的なものでいいんで。ああ、これ見てほしいって。はい。3月ですかね。いや、何月でも。あ、何月でもいいです、はい、今ある施設で、ここ見てほしいな、みたいなことありますか。でも、そうですね。建物だとも素敵なんですけれども、はい、四季に合わせて、紅葉ですとか、桜がとても綺麗なので。桜も綺麗なんだ。はい、ロケーションがさ、あそこいいからさ、そういう草花とその建物がマッチして、あ、そうだわ、そうですね、写真好きな方とかは一緒に、桜と、歴史的建造物と一緒に写真撮られたりなどされてますね。あんな北海道にないですから ね、めっちゃまた行きたい、はい、ぜひね、3月、セントラ道民割がまずね、3月の対象となりますので、はい、利用していただきたいんですけども、入村方法などはどういうふうにやればいいんでしょうか、寺澤さん。入村、そうですね、セントラでもらえる道民割証明書を、入り口、窓口にご提出いただきますと、1枚につき1名様、ご入村いただけますので、おお、すごい、はい、入れちゃんだ、お持ちいただけたらと思います。すごい、入場料が無料になるってことですね。あ、そうですね、すごい、はい、そうなんだ、めっちゃいいじゃん。北海道から行く人は3月はタダで入れる、あとはもう施設内でね、はい、いろいろとグルメを楽しんでもらったりとか、一日楽しめちゃうよ、本当にね。オムライス山田くん食べたいって言ってたじゃん。ありましたね、帝国ホテルの喫茶店ね、いや、じゃあなんか刑務所の隣にオムライスって書いてある。あった、あった、ありました ね、うん、ね、行きたいね。 あそこ美味しいですか。美味しいです、ね、はい、ふわふわの卵のオムライスが食べれますので、ぜひね、グルメも味わっていただきましょう、はい、というわけで、はい、今日はですね、今回愛知のワクワクスポットということで、博物館明治村を紹介していただきました、寺澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
リスナーのあなたは道民限定のお得がいっぱいのセントラルにひとっ飛びしてチューブエリアをがっつり楽しんでください。